こんにちは、ひろきです。今回はまたまたヤフー知恵袋で検索してみたのコーナーをやってみたいと思います。今回の検索ワードは深いです。前回重いをやってみたんですけど、なんかパソコンが重いとかも出てきちゃったんで、もうちょっと細かいワードにしようかなとかいうようなことを私その動画の最後の方で言った覚えがあるんですが、全然関係ねえじゃん、全然深い、思ってた深いと違うみたいなのが出てくるのもそれはそれでいいんじゃないかなと思って、今回深いにしてみました。ディープの深いです。はい、じゃあ早速行ってみようと思います。1個目、はい、人と深い仲になるのが怖い。私は一家離散や初めて付き合った彼との別れを経験してから、人と深く付き合う身近な人間関係になることを避けて生きています。しかし人と関わらないということは、人と関わった記憶ばかりになる、言葉が下手ですみません、というか過去にとらわれて人生が停滞することにもなるなと感じています。ちょっと意味が分かんないな。まあいいや、続きを見ましょう。最後まで読みましょう。仕事でも飛躍するチャンスを意欲的につかみにくいと感じます。私は人に影響されやすく、逆に言えば人のために何かを成し遂げようとするタイプなので、例えば好きな人と同じ大学に行きたくて勉強を頑張る、別れた彼を見返すため、親を喜ばせるために良いところに就職するなど、最近はだんだん停滞を強く感じています。とはいえ人と関わらないからこそ、純粋に自分のために時間も思考も価値観も使えるので、悪いことばかりではありません。本も読むようになったし、一人旅もやってみています。そんな私ですが、後輩の男の子からアプローチされています。友人としてなら問題ないのですが、もう恋愛なんて一生することないと思っていたのもあって、嬉しいのは嬉しいのですが、誰かと出会うことはいつか別れることも意味します。たとえ普通にお別れしても、彼が他の人のところへに行っても、死別だとしても別れは別れです。死と同等の苦しみがあります。その覚悟が決まらないうちに付き合って良いものか冷静に考えています。何かご助言をいただけませんでしょうか。はい、人と深い仲になるのが怖いということで、深いで検索引っかかりましたが、話も深いもう望んでいた通りの質問が来ましたですね、この方は考えすぎです。そういう意味ではこんなこといろ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 おっしゃってますけれども、この方はですね、自分もいつか死ぬんだぞということを思い出した方がいいと思います。はい、人と別れるとかじゃなくて、もう自分が人生からお別れしちゃうことも考えた方がいいと思います。
人にとって出会いも別れも一つの経験よというふうに考えてみてはいかがでしょうか。なんというかですね、苦しかったことも後々いい思い出になるみたいなことってあるじゃないですか。それは経験して成長したからそう言えるようになったということだと私は思うんですね。そういう意味では苦しかったからもう挑戦しないってなると、こういうことは苦しいことだ、ああいうことは苦しいことなんだ、そういうことは苦しいことだ、やめておこう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 、こんなことばかりになってしまうのではありませんかって思います。なのでですね、後輩の男の子からのアプローチは、その人を自分もいいというふうに思うのであれば、心よく受け取って気持ちをお付き合いしてみればいいんじゃないですか。はい、私はそう思いますよ。で、自分のために時間も思考も価値観も使えるということで、一人でいることが悪いことばかりではないんだというふうにおっしゃってますけれども、こういうことっていうのは別に人と関わりを持ったら全くできなくなることというわけではないと思うんですよね。バランスの問題だと思います。はい、ぜひいいバランスを取る訓練をその後輩の方とのお付き合いを通じて、してみてはいかがでしょうか。はい、なので、人と深い仲になるのを頑張ってみよう、挑戦してみよう、そういう気持ちでどうぞこれからの生活をお過ごしください。次、はい、ID 非公開さん、 YG エンターテイメントって闇深い事務所だと思いますか？トレジャーのマシダム脱退で事務所批判がすごいですが、確かに活動休止伝えるタイミングは最悪ですし、脱退の時も本人たちの言葉は一切なしに定型文で脱退伝えるだけならファンからしたらはぁ？と思います。でもトレジャーのコンテンツだったり見てると所属アーティストにはクリーンなのかなと思ってしまったのですが、これはやはり表向きだと思いますか？はい、業務上の都合によりこのような質問にはお答えできません。次、はい、特に深い意味はないのですが、ないんかい、ブリーチアニメで見た記憶はあるのに探すとなくて何話だったかなってずっと考えてることがあって、わかる方がいましたら回答をよろしくお願いします。何か未知の敵が空に出てきた時にイチゴがなんだ、カゲロウ座は倒したはずなのにカゲロウ座ではないかみたいなことを言っているシーン、カゲロウ座の昔のシーンが回想で現れる、イチゴが歩いているとルキアとコイジが後ろから来てイチゴがびっくりしてたら、ルキアが何を驚いている、
議会に入っているから見えるのは当たり前だろうみたいなことを言っているシーン、重要なシーンではないですが、見た記憶があるのにどこにもそのシーンがなくて気になって気になって、なんだろう、なんだろうこの質問、わかりません。次。はい、あ、これ短いな。 ANB なんちゃらさん、深い眠りに入るコツ、睡眠時間を長くできるコツ知りませんか？はい、そうですね、ウォーキングとかどうでしょうか。よく聞く話ですが、頭は疲れているのに体が疲れているから眠れないとか、よく眠れないとか、寝た感じがしないとかっていう話はよく聞きます。はい、体を疲れさせるっていうのはいかがでしょうかね。はい、まあ、あとは環境を整えるっていうのが一つはいいと思いますよ。はい、私も寝室は暖かい色の照明だけにしてますね。はい、そうですね、もうオレンジ色、黄色というよりはオレンジ色っていう感じの色の照明にしてます。はい、そうですね。はい、他にはまあコツというよりは可能性レベルなんですけれども、枕などの寝具を変えてみるというのはいかがでしょうかね。はい、エアーなんとかとかいうようなマットレスとかあるじゃないですか。ああいうものを買ってみるだとか。はい、まあ買ってみるまでいかなくても、まずはデパートメントストアに行って試してみるとか。はい、あれで、あ、本当に今寝そうだったっていうふうに言ってた連れの人が昔いました。そんなにいいもんなんだ、買っちゃおうかなって私まで思っちゃいましたよ、本当。はい、そうですね、そういうまあ環境の変化か自分の変化かをやってみるということでいかがでしょうかね。はい、そうですね。はい、あとはまあ瞑想的な感覚を得るというのもいい方法だと思います。私がやっているのはですね、環境音がずっと流れ続ける BOSE というメーカーのイヤースリープバッズっていう製品があるんですけれども、それを使ってふわーっとした音を聞きながら寝ています。はい、そういう時、そういう日もあります。はい、それはですね、ノイズマスキングというらしくてですね、外からのノイズを気持ちいいノイズで隠してしまうという方法らしいんですが、もし音関係で、睡眠が浅くなっているのであれば、そういうものを使うといいかもしれません。例えばですね、YouTube とかでも CM なしとかって頭についてですね、入眠用 BGM とかっていう10時間とかある長いYouTube のビデオとか公開されてるんで、ああいうのを聞きながら寝るとか、まあイヤホンつけながらになっちゃいますけどね、寝るのが。はい、そういうのもあると思います。はい、次。その前にちょっとビール取ってきます。
ID 非公開さん、エレキギターはほとんどの人がピックで弾くのはなぜでしょうか。1、そういうもんだからくらいで深い意味はない。2、他の方法よりも容易だから。3、これなんか2と似てますけど、なんだかんだ一番合理的。4、長年ピックでやってきて途中で変えるのが嫌なだけ。米印、ジェフベックはフィンガーピッキングですとかそんなのいりません。ピックを使わないギタリストを探しているのではありません。聞いてること以外の回答はいりません。はい、承知いたしました。注意書きありがとうございます。はい、エレキギターはほとんどの人がピックで弾くのはなぜでしょうか。この中で今この ID 非公開さんが候補として挙げた中で、一番答えに近いのは2番と3番ですね。他の方法よりも容易だから、なんだかんだ一番合理的。はい、じゃあなぜ容易で合理的なのかと言いますと、なんですが、はい、エレキギターはですね、弦が全部高い方の音を出す弦も含めて全部金属です。はい、一番細い弦はですね、0.9 ミリとかになります。はい、ものすごい細いです。あんなの手で弾いたら痛い痛いってなっちゃいます。はい、はい、つまり金属だという、素材の問題。はい、その次、弦がですね、基本的に硬いです。硬いというのは張りがあるという意味で硬いです。ガットギター、クラシックギターなどと比べると。はい、硬いんで、手で弾いていると痛いです。はい、痛いです。はい、それもありますね。はい、はい、あとですね、次にですね、一つは出したいフレーズがあるからというのがあります。ドク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 みたいな音を出したい場合は、これはフィンガーピッキングではちょっと無理ですね。はい、ピックを使うことになります。なんで、まあ他の方法よりも容易で合理的だからなんですよ。はい、みやびみたいな人もいますけど、自分の手だけでかき鳴らす侍ギタリストもいますけども、そういう人を除けば、つまりこの方もおっしゃってる通り、ほとんどの人がっていう話ですよね。はい、ピックで弾くのは、まあさっき言ったような素材だとか弦の硬さだとか弾きたいフレーズなどが、ピックによる奏法、ピック奏法、ピッキング奏法が合理的だからです。はい、はい、次、ID 非公開さん、私は彼氏とまだ深い関係を持ってないんですが、訳あってお泊まりができないとき、もしもそういうことになってもできないからと話して、それでもお泊まりするかしないかを彼に聞いているんですが、お泊まりができないとき、わけあって、もしもそういうことになってもできないから、したくないんですね、それでもお泊まりする、しないけどお泊まりするっていう
時ということかな。ちょっと文章の中で言葉が矛盾してるんで何とも言えないですけども、まあいいや、はい、続きを話します。彼からしたら信用ないのかなと思ってしまうんでしょうか。避けられてると感じるんでしょうか。何回かそういうことがありましたが、毎回できないけれどどうすると言ってます。もしもその時になってしんどいのは彼の方なので、その前に話して判断を仰いでいるわけですが、私が考えすぎで彼は私にとってやることしか考えてないのかなと思ってしまうんでしょうか。全く、そんなこと全くないんですが、私は男の人のそういう事情はわからないので、先にそう言っておくしかないと思って言っています。付き合って3ヶ月、お互い22歳。はい。これは深い話ですね。ちょっともうこっちが質問したいぐらいです。何か深い関係を持つことができない理由があるんでしょうか。付き合って3ヶ月ですよね。はい。何か理由があるんでしょうか。22歳。理由があるんだったら書いてるはずですよね。となったら、この人の気持ちとしてまだそういう時期じゃないと思ってるってことですよね。それは多分珍しい方だと思うんですけど、けどそれは彼女の自由なので、だからといって悪いとは言いません。はい、ただちょっと私の感覚だと不思議に思っちゃいます。はい、そうですね。彼が何というかすごく気を使ってるんだなっていうふうに感じますね。3ヶ月も付き合ってて深い関係にならずに一緒にいてくれるっていうのは、まあ世間平均的に考えると、ありがたいと思っていいと思います。はい。ただこの状態がどこまで続けられるのか私にも分かりません。私は彼氏とまだ深い関係を持っていないんですがというふうに書いてますが、これはもしかしたらすなわち私はどの男性ともまだ深い関係を持っていないということなんでしょうか。はい、だとすると、まあそうですね。なんかこうこれだけ真剣に深い関係なしで付き合ってくださる方がいらっしゃるわけですから、ぜひこう遊び人みたいな人じゃなくて、こういう方と初めて深い関係を持つというのがいいんじゃないかなって私は思います。はい、そうですね。なのでちょっと質問に答えるとすると、彼
彼は私にとってやることしか考えてないのかなと思ってしまうんでしょうか。っておっしゃってますが、そんなことはないと思いますが答えです。はい、次。次は、ID 非公開さん。鼻が高くて目が大きい彫りの深い美人。この人たちはモノ本美人なので100人に1人もいない。それに対して薄い顔は美人には入りませんのでお断りだそうです。はい。まあ、ちょっと前置きは長くなりましたが、鼻が高くて目が大きい彫りの深い美人で喋るとベラベラとうるさくてマシンガントークやりまくる話し上手なお笑い系の女性って周りにいますか？いたらそのことについて詳しく書いてください。純日本人のルックスなら橋本、カンナと読むんでしょうか、すいません疎くてこの業界に疎くて、橋本カンナ。ミックスなら中条あやみや長谷川純みたいなモノ本美形。回答者は男性に限定しますというのことです。はい、私は男性です。ご安心ください。はい。そういうマシンガントークやりまくるお笑い系の鼻が高くて目が大きい彫りの深い美人って周りにいますか？いますよ。はい。いましたか？いました。いましたでよ。はい。アメリカ人ですけど。アメリカ人です。はい。あとは、まあアメリカ人だけかな。そんな性格の方は。はい。他いたっけ？いないな。もう鼻が高くて目が大きい彫りの深い美人っていう時点で、もう日本人はほとんど除外なので、いわゆる日本人は。はい、多くの、大和民族系は、ほとんど除外なので、アメリカ人かな？スペイン4分の1、イタリア4分の1、ロシア4分の1、ポーランド4分の1のアメリカ人です。はい。います。そういう人はいます。詳しく書いてくださいか。ですね。詳しく書いてください。カトリックの大学を出て、飛び級してて頭が良くて美人で、そうですね、セックスが結構激しくてですね、で働き者で、そうですね、プライドを持って働いてましたね。はい。で、そうだな、まあそんなところでしょうか。そんな感じの人でした。はい。詳しくか。詳しく、どこまで詳しく言っていいんですか？言えることたくさんありますよ。付き合ってたんで。ちょっと、もう、こういう質問やめてほしいな。詳しくって、相手の答える身にもなってください。はい。そうですね。
まあそんなもんにしときますか、とりあえずは。あの、ID 非公開さん、もしこの動画をご覧になってたら、私本名で YouTube やってるんで、あの、検索して私のメールアドレス突き止めてください。はい。私の公式ホームページに載ってますんで、はい。それで私に個別に質問をお願いします。はい。次。このカテゴリーは18歳未満の方は閲覧できません。年齢確認のため Yahoo Japan ID でログインしてください。はい、ログインします。ログインしなきゃいけないのね。大変ね。はい。さすが深いだけありますね。はい。電話、SMS も使うのかい。指定された情報はすでに削除されているか、また提供を開始していません。ヤフートップへ戻るってなってしまいました。はい、もう一回深いで検索ね、本当に準備不足で申し訳ございません。はい、次。はい、マクマククリスマスバージョンさん、人間関係の根底に基本的に相手への不信がある私は闇が深いですか？もちろん信頼の気持ちもあります。しかし 100% は信頼しきっていないということです。なぜなら信頼していた人に長年の人間関係だったのに最後の最後で裏切られたという経験もなかったわけではないからです。ということだそうです。はい。相手への不信がある私は闇が深いですか？ということなんですが、まあ、ちょっと深いかなと思いますよ。はい。それは、理由もわかります。はい。そんな、最後の最後で裏切られたとか、もう、大どんでん返しで、ね、人間不信に陥りますよね。そういう方が、闇が深いかって聞かれると、あ、深いんじゃないんですかと思いますよ。けど、それは、一つ経験をして、警戒心を手に入れたということで、いい方に捉えればいいんじゃないでしょうかね。はい。もちろん、信頼の気持ちもありますっていうふうに言ってらっしゃるわけですから、いいんじゃないですか。ただ、ここはちょっと気になります。しかし、100% は信頼しきっていないということです。とあります。はい。私はですね、人に対して 100% 信頼しきったことがございません100% の信頼なんて幻想です。いりません。そこまで信頼しなくて大丈夫です。そこまで信頼しなくても、いいんです。はい。信頼できるところを信頼する。信頼しきれないところは注意する。これでいいんじゃないでしょうか。はい。ひどい経験があったということなんですが、時間とともに経験とともに薄れていくということもあるんで、相手を信頼するという気持ちを
なくさないように生きていきましょう。はい。以上です。次！はい、これが最後かな。ちょっとビール持ってきます。はい。ID 非公開さん。外科と胃腸科は関係が深いのでしょうか？近所にほにゃらら外科胃腸科という医院が2件あります。たまたまかと思っていたのですが、隣の県に行った折にも駅前とか郊外にもあって結構あるような気がします。でも、何か関係があるのでしょうか？外科ならむしろ皮膚科の方が関係するような気がします。外科と胃腸科は関係が深いのでしょうか？私にはわかりません。すみません。わからないものは知ったかぶりをせずにわからないと言うしかありません。はい。わかりません。次。これですよ。はい。出ました。ようやく出ました。アダルトのカテゴリーです。NUV なんちゃらさん。一行です。あなたの谷は深いですか？何のことを言ってるんでしょうか。何のことを言っているんでしょうか。こういう分かりづむづらい質問、すごい困ります。例えばですね、アダルトでしょ？アダルト。軽いところからいきますよ。はい。切り捨てずに続けるんですねって思った人いたでしょ？続けますよ。だって私、回答者なんで。はい。あなたの谷は深いですかって言われて、まあ私がパッと思いついたのは、まあちょっと下品ですけど、またの谷間は深いですかっていう意味合いですね。それは足が長ければ長いほどまたの谷間は深いですよ。ねえ、見えないかもしれないですけど、私今またの谷間をこうやって手で指さしてますけど、足が長ければそれは谷は深いですよ。はい、そうに決まってますよ。それでもう回答おしまいって感じですよ。他には胸の谷間、アダルトなんで胸の谷間は深いですかって言われたら、そりゃカップの大きい人は深いですよ。
深いですよっていうことになりますよね。胸の谷間が深い、はい、もうどうなってもここに線が出てきてしまうっていう人とよく付き合ってましたね。いろんな人がいましたね、はい。私結構胸の大きい人と付き合ってきました、そういえば、はい。胸が好きなんですかね胸フェチなのかな、実は。そんなことはないと思うんだけど、はい、胸は美しければいいと思ってるんで、論理的には。けど本能的には大きなものを求めているのかもしれません、はい。他に谷が深いですかって何があります？髪の分け根関係ないですよね。そんなのアダルトじゃないですもんね。髪フェチとかじゃない限りは。谷か。ちょっと股の谷間と胸の谷間以外は思いつきません。他にもっとあるんですか？ちょっと他の人の答え見てみましょうか。初めてですけど、SAP なんちゃらさん、心に深い深い谷があります、はい。あややさん、眉間はね笑い、はい。次、マノンさん、谷はちょっと深いです、闇はもっと深いです。シン・ガタックマさん、私の谷は不快に、腐った海と書いて不快に飲まれました。キョウさん、浅い方かな。これどうすればいいですか、皆さん。あなたの谷は深いですかって、アダルトですよ、アダルト。他に谷っていうと、いわゆるその下の状態、どん底の状態みたいなことを指すこともあると思うんですけど、例えばですけど、性的な悩みはありますかみたいな意味で、谷は深いですかみたいなのがあるかもしれませんが、私は一応スケジュール管理上は私のタスクリストはあるんですけど、あのこっちにある ThinkPad に、あ、はい、タスク管理のソフトがあって、そこで管理してる、管理の仕方としては3日に1回セックスするようにしてます、はい。谷は深いかっていうと浅い方かなと思ってるんですけどね、はい。あの男性のあれは3日で満タンになるそうなんで、はい、満タンになったら出しましょうということで、はい、頑張ってますけども、はい。そういう意味では私の谷は深くないですね、はい。相手の谷も深くないですよ、はい。あの今の相手全然何の問題も、もう何の不満もないです、はい、ですね、はい。声大きすぎないし、はい、全然何も気にするところはありません、はい。声大きすぎるとちょっと隣に聞こえちゃうんで、本当にあのさっき話してたアメリカ人なんですけど、声がでかかった、ああそれ言うの忘れてた。もう僕の名前を大声で叫ぶんですよ。なんか僕が殺しそうとしてるじゃないかって人が勘違いするぐらい
僕の名前を大声で叫びながら果ててしまうんですよね。はい、あのそのアメリカ人は、はい、まあちょっと困りましたけどね、私もう毎回困ってました。はい、そういう癖があるんだこの人はって思ってました。はい、他に谷は深いですかっていう質問には答えはないな。どうですかね皆さん、他に何か谷って考えられます？アダルトで、アダルトですよ、アダルトで谷って何があるんですか他に。ちょっと考えづらいなあ。僕そういえば、あ、思い出した、僕わかめ酒っていうのをやってもらったことがあるんですよ。いや僕がやってほしいって言ったんじゃなくて、相手がやってみる面白いよって言われたんで、まあ僕その時高校生だったんで好奇心旺盛だったんで、うんうんやってみるって言ってわかめ酒やってみたんですけど、その時の谷が深いかというと、他の人と比べたことがないんで分かりません。はい、その人としかわかめ酒やったことないんで分かりません。あのわかめ酒知らない方はなんかウィキペディアみたいなやつで、あのウィキペディアで見つかるかどうか分からないんで、ウィキペディアみたいなやつで探してください。はい、わかめ酒が何なのか。はい、そうっすね。他に谷ってあるかな。谷、女性の内側とかですか、例えば。それはあなたの谷は深いですかって聞かれてるんで、私自身はね、女性器持ってないんでちょっと答えられないですよね。うん、あなたのパートナーの谷は深いですかっていうと、まあ普通です。はい、僕に合ってます。はいそれ一番大事僕に合ってます。はい、深ければいいと思うんじゃないんで、はい、浅ければいいと思うんでもないですけど、はい、うん、だから深さで競うって何なんだろうな。あなたの谷は深いですか。もし私の流した男性の液体の量でできた谷、それが深いかと言われると、人数で言うと深いです。はい、回数で言っても深いです。はい、だけど、毎日じゃないからな。うん、けど谷はできないですそうなんですよ、私から出る液体で谷はできません。はい、そんな威力ない、そんな威力は持ってません。はい、それは言っときます。はい、そんな威力は持ってないですね私は。そうですね、はい、そうですね、はい、飛び散る力は感じますけど、そんな谷ができるほどじゃないと思うんで、はい、どうなんだろうな、これ。谷、あなたの谷は深いですか。
いや、最後になってものすごい深い質問が来ました。もう僕ちょっと参っちゃうかも。他にな、あなたって言ってるのが男性なのか女性なのか。男性であれば、さっきのしか思い浮かばないし、女性でも、そんなに、これはですね、もう分かりました。今更分かりました。酔っ払ってるからだな。今更分かりました。これは質問に具体性が欠けています。それに限る。もうやってらんない。こんな質問やってらんないぞ。こんな質問に何分かけてんだって感じですよね。今何分経ってんだ、だいたい録画時間始めてから。ですね、アダルトの質問はちょっと、もうちょっと具体的に言ってください。恥ずかしがらずに。恋の質問もそうですけど、具体的にしていただかないと、アドバイスする側も具体的なアドバイスができません。なので皆さん、もっと具体的に、恥ずかしがらずに。だいたい ID 非公開とかできるんですから、恥ずかしがらずに、ぜひおいしい質問をお願いします。はい、では次回の知恵袋検索コーナーでお会いしましょう。こんな質疑応答でも、まあ、よかったぜって思ってくれた人は、いいねお願いします。ぜひお願いします。あと、チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録してください。真面目なものからそうじゃないものまで何でもいろいろやってますんで、飽きさせないように頑張りますんで、お願いします。はい。ということで、次回の配信でお会いしましょう。さようなら。